ついに来ました。来たー、北海道キャンピングカーショー&アウトドアショー。我らがリーエーさんはないようだけど。ないね。ねえ、残念だけど。残念。1年ぶり、2年、1年ぶりか。かな。北海道の見てみよう。そうだね。おお、すごい。どっから見る？軽自動車かわいい。実用的だよね。かわいい。これいいよね。すごい。後ろテレビがついて、テーブルがあって、へえ、あ、ちゃんと小物入れとベッドと、うん、あ、すごっ。これいいよね、これ。いいね。しかもこれシンクじゃない？シンクになってる。すげえ。あ、こういう使い方いいね。これいいね。キャンプ場とかだったらそのまま捨てに行けるしね。ねえ、なんかさ、ここはこうやって開けてさ。うん。こっちが景色見ててさ、ねえ、いいよね。なんかコーヒーとか飲みながら、ここに椅子置いたりして ね、 ねいいね。やっぱ後ろテーブル出せんのいいな。いいな。おお、かわいいね。わ、いいね。あ、レンジがついてる。しかもここなんか小物入れじゃん。おお、すごい。向こうにちゃんと電源とかまとまってる。もうフルフラットがやっぱいいよね。ね、寝やすそうなクッション。これ大事だよね。うん。すげえ。なんかどこでも行けそう。うわ、何これ。カーサイドタープのでかい版？あ、なるほど。すげえ。車で荷物を運んできてここでゆっくりするみたいな。快適さですよね。そもそも暑いですよ。あ、はいはいはい、はい、ただあのちゃんと、ね、弊社の方でまずはハニカミコードアルミアルニウムですね、はい、こちらと耐熱性耐久性しっかりさせてもらってます。あ、でこれってあの、まあ、熱に強いあの構造なんですね。で換気扇ついてるんですよ。へー、あの上のしっとりしたんですね。あ、はい、あ、はい、四角いやつですよね。換気扇ついてて、はい、ちょっとでもですねこのあまあ熱っていうか出せるというのがはあ、そこって荷物乗っけたまんまああやって上げることもできるんですか？ああ、こんな感じで。ああ、あのダンパーってそれこそ重さって前の方が30キロぐらいなんです。あー、じゃあ後ろに、ね、30キロだとちょっとわからないです。あー、こうやって手前の方にすればっていう感じですか？あー、じゃあ裏に仮に荷物を置きたりしたらちょっと下ろしてから上げるっていう感じになる。あー、トイレ代わり。すごいこれ。あー、あ、シャワー。あ、シャワー。あ、この災害の時なんかも最高ですよ。あ、そうですね。あ、あ、これっていうところで、まあ、今後、やっぱり石川県の話だったと思うんですけど、まあ、やっぱりニュースで、まあ、よく出てたのが、すごい、すごい、わあ、わ、クッションがね、気持ちいい。ベロア調みたいな。すごい。あ、楽。寝れます、寝れます。はい。すごい、やっぱり。あ、めっちゃ寝心地いい。私たち旅してて島根県
もう全部見てきました。そうでした、はい、ありがとうございます。めっちゃいいとこでした。ありがとうございます。楽しかったです。この辺に行かれました。私たちは西の方なんですよ。西、どの何市ですか？ね、島根県益田市っていう。あ、益田市。あ、はいはい、はいはい、わかります。で、北海道の方ですか？もともと関東で、私九州なんですけど、あの、もう今日本一周してて、はい、で島根、益田の、すごい、ここもルーフテントが横に上がるんだね。え、面白くない？わあ、これとかすごい。わ、すごい、ね、わあ、すごいね。ここに電装系があって、何気にこれ助かるんだよ ね、 いいね。白竜二重窓ね、裏にあるっていいよね。そう、窓からさ、暑さとか入ってくるしさ、ね、うわすごい、おすごい、あ、こんななってんの、ね、あの、うちと店員さんがコラボして、ご覧いただくと緑色の足場についてる、あ、はい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 、それがあのオリジナルで、大きな台座がつけることができるようになってる。へえ、そうなんですね。むちゃかっこいいですもん。なのでエアサスとかブレーキラインとか、そういうカスタムとかが全部施してあって、こちらのお値段に。かー、横枠のポップアップ珍しいんですけど、はい、家では当社だけなんですよね、はい、あ、へー、そうなんですね。こういうのがちょっと全部取ってる。これ天井切り抜いて作ってるんですよね。そうですよね。ここ開いて、まあ、テントと同じような使い方をしていただくんですけど、あとこう下ろした時には普通のエブリと同じ高さで、屋根のところにソーラーパネルつけたりとかはできるんですか？あ、できるんだ、はい、でここのところにフレキシブルのソーラーパネルをつける。あ、完璧じゃん。あ、そうか、こうしたらさ、体温の角度とか良かったらね。そう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 、めちゃめちゃいいですよね。向きを変えていただいてっていう風な感じで使っていただいて、へー、中は水回りがあったりとか。動画とか撮らせていただいていいですか？ありがとうございます。落ち着いて、ね、色かっこいいね。かっこいい。あ、すごい、スーパーになってんのこれ。外部電源ここについてんだ。へえ。運転席の下あたりに。え、木のやつどうか。そうなんですけども、はい、あー、はー、通常使わないときはこういう状態です。あ、めちゃくちゃ広い。荷物置いたりできます。あ、わあ、すごい、かわいい。あ、すごい。ねえ。むちゃ素敵。なんか新鮮だね。こういうのあんまりないから。はい、言わないように、ここにあのウレタンが待ってます。ここで。あ、使うと。はあ。もう一つはこれですね。ああ、これ2着ができます、ね、これが2着なんですけど、あ、本当だ、くっついてる。ああ、足でこのメタルというか、なるほど、細かい配慮がすごいですね。すごい、なるもんね。あ、これって日産さんがやってるんですか？日産自動車でやってます。へー、すげー。あ、え、じゃあこれ買って乗ってる人が、例えばなんか調子悪いなって、その辺の日産のディーラーに行っても普通に、あ、そうなんだ、それは確かに、それでかい、うん、近くの日産の方に住んでいただければ修理対応させていただきます。あ、すごい。ハッピーだって、かわいいね、名前が。かわいい。やっぱ、キャブコンいいね。いいね。わあ。もう、家だ。家ですよ、家。家ですよ、ここは。すごい。すごいよ。ああ、もう家です。足元が2段。すごい。すごい、冷蔵庫がある。すごい。出て開けるんだ。お、おお。昆布入れてるんだ。なるほど。お、あ、ちゃんとここ飛んでもさ、掃除しやすい感じ。本当だ。アルミパネルみたいなのついてるね。ね。
うわーすごい。いいねいいね。しかもその右側に水道っていう利便性最高じゃん、うん、最高。でここ窓からさ景色見ながら料理ができる。そしてですね、私たちが欲しいと思っているものがこれですよ。あ、これね、俺らが今一番欲しいと言ってるマルチルーム。最高。しかも下が防水板になってるからシャワーとか浴びてもいいんじゃん。すごい。ちょっと待って、何これ、何ですかこれ。収納だ。収納。あ、じゃああれじゃん、うちらだったらここになんかトイレとか設置できたら最高だよね。あ、すごい。トイレットペーパー入れといたり。そうだよね。お、170センチの径が十分立ててる。全然余裕。余裕だ。190とか2メートルは無理かもしれないけど。うわ、しかもここにも換気ができるね。ね、20窓がついてる。すごい。あ、前からさ行き来もできる。窓めっちゃでかくない？でかい。すげえ。テーブルもでけえ。すごいね。すごいね。いや、すごいです。すごい。外からタンク取り出せるようになってる。これ憧れ。これ大事。動画撮らせてもらってもいいですか？全部撮ってください。あ、ありがとうございます。 ありがとうございます。すごい、バンクのところにこうやって天井に窓が。ねえ、いいね。ねえ。で、バンクがここまで来るみたい。これがこう、ここまでのベッドになるみたい。へえ、結構広くなりそうだね。ねえ、ここも行き来できるし。ねえ、こっちが二段ベッド。うん。あ、普通。わあ、エアコン、エアコン。すごい。へえ。あ、ここ外からもアクセスできるんだね。あ、いいね。ねえ。ここが。わあ。シンクだ。ねえ。十分な大きさだ。で、ここでちゃんと調理もできるし。うん。ここは。あ。ここは。タンクだね。あ、タンクの取り出しがちょっと、うん、あれ、もしかしてこれ外から取れるとかなのかな。かもしれないね。かね。電気関係もまとまってて。ね。いいね。いいよ。なんかコンパクトだけど。K がさ、170なのに。余裕ある。ちょっと空いてるね。拳1個分ぐらい。ね。高いね。全然立てる。腰かがまなくていい。いいね、外から荷物取れる。ね、アクセスできるとね。うん、いやー、すごい。おお。冷蔵庫、電気関係もこの辺にまとまってて。ね。お。ポータブルバッテリーだ。 3000X って書いてある。イエティ、これで全部の電気を賄ってるってことか。なるほど。リチウムイオン搭載って書いてあったから、そのことなんだね。あ、ここにシンクがあって。あ、面白い。何これ、ベッド広い。え、めっちゃ天井が高い。180センチの人もいけるかも。天井ここ、すごい、なんか贅沢な常設ベッドだね。そう、広い。霧紙にもついてる。すごい、広い。なんか木のなんかデザインが面白いね、ここ。ログハウスにいるぐらいな気分。ねえ、木目のさ、感じとかさ、うん、上と下ちょっと柄変えて。あ、レンガ風な感じのね。そう、おしゃれ。
すごい、バンクも結構広いし、うん、ここに荷物乗っけたら後ろだって自由に使えるもんね、うん、電子レンジもあるし、これ、ね、網戸もういいね、これいいね、これいいよ、北海道の虫対策に完璧だ、本当だ、本当だ、プッシュウィズロッキング、おこんだけあれば十分だねえ、おお、お邪魔します、お邪魔します、わー素敵、おすごい、こっからタンクが取れるんだ、でお広、あすごいスピーカーが、へえ、あなんかクッションがいい、これクッションいい、うん、なんか座り心地がいい、へえ、おお、あすごい奥行きがあるね、えここに電気系がまとまってて、へえ、あシンクかわいい、あここに、あゴミ箱がある、ゴミ箱で、ここに冷蔵庫と電子レンジ、おまさかここにゆりの大好きなマルチルームが、おあラダーも入ってる、おーおーすげー、すげー、で2段ベッド、へえ、こっちはどうし、あここにちゃんとマックスファン、換気扇もついてる、換気扇こっちもついてるじゃんね、えこれクーラーか、そうだね、へえ、これはそれスピーカーじゃない、あスピーカー、すんごいスピーカーなんじゃないのね、えすげー、中からおしゃれ、すごいな、おわめっちゃ入る、これいいよね、いいね、ゴミ外に出しておけるっていうのは、うわあ外にシンクと IH が置いてある、おーなるほど、ここ電源つなげられるんだね、あすごいね、大容量、確かにこれいいじゃん、お邪魔します、お邪魔します、お電子レンジにここが収納と収納がすごい、コンロ、二口コンロにシンクに換気扇、ここが電気系のパネルか、うん、出た出た、またワイングラス、ワイングラスとか、なんでみんなワイングラス置きたがんの、すごいです、まあ、リンエさんも本当あったけどね、そうだよ、これがさっきの外から見たとこですよ、すげえ、わ収納もあって換気扇もある、高級です、すごいね、すごいです、でここにまた大容量の冷蔵庫、冷蔵庫、ね、すごい収納、バンクベッドも広いし、あエアコンもそこにやっぱ隠れてんだね、隠れてる、最近もう隠れてるの多いんだね、あこんだけあれば十分だよね、すごい換気扇の他にこの天窓がすごいね、すごいよ、すごいことになってるよ、あちゃんと網戸もついてるね、これねえ、ここに、お、結構ちゃんとした収納が2箇所あって、電気のメインスイッチとかも入ってすぐのところにありますね、電源があって、おー
バンクがやっぱ広い。で収納と、ここがリビング。いいね。シンクとコンロ二口で、その下にも収納があって、冷蔵庫と電子レンジ。これも収納ですね。おー十分広い。広い。エアコンも白くまくんがついてるね。おーで、あーめっちゃ広い、めっちゃ広い。わあ、しかも上にまだ収納がある。どんだけ。2人余裕だよ。ね。あ、これは。わあめっちゃ明るい。防水板のついたマルチルーム。いいじゃん。憧れるな。まあでもうちにこれがあったら荷物置き場、ただの荷物置き場になりそうだけど。なんかこの木目がいいな。広いね。お、うわすごい、いきなり鏡。そしてそっち見て。すごい、これ倒れるんだ。へえ。で、うわあ広。横が202センチの、長さが180。1個180だって。横幅すげえ。すげえ。すげー。ホテルじゃないかここ。収納とエアコンと、ここで電気の制御もできて、テレビまである。すごい。すげえ。わ、ここに全部まとまってるんだ。タンクの容量とかもここで見れますね。すごい。わ、ここにシンク。これか。ここに触らないでって書いてある。あ、そっちだ。ガスコンロと冷蔵庫と、もう十分普通に行き来。行き来は余裕だね。余裕ですか。バンクベッド高っ。圧迫感ないね。ないね。へえ、すげえ。秘密の小部屋見た？あ、本当だ。じゃらん。おー、 お手洗いと、あ、ちゃんと鏡もある。シャワー、鏡に窓。おー、すごい。換気扇もついてて。すごいよ。一旦お昼休憩。ケバブロール。私ケバブにしよう。ケバブサラダとかもあるじゃん。ケバブサラダ30分。あ、そうなんですか。ヤンニョムチキン。あれは韓国フライドチキンだって。あ、はい、ありがとうございます。すごい湿気が。なんかアジアンな感じね。じゃ、いただきます。いただきます。チョレギソース。赤っ、赤っ。うん、まっ。まだ半分見れてないね。後半巻きでいこう。3分の1ぐらい。確かに。あ、ありがとうございます。拝見させていただきます。すげえ、あ、かわいい。なにこれ。あ、こういう止め方なんだ。
磁石とかじゃなくて昔ながらのなんか、うん、あエアコン、こんなちっちゃいのあるんだねえ。あ収納もかわいいね。上の戸棚がちょっとデザイン、あゆり160何センチだっけ。160センチ、すんごい。全然手伸ばせんじゃない。あ手伸ばしてつく感じ。あつく感じ。おーすげえ、めちゃくちゃおしゃれじゃない。おしゃれ、なんか海外のキッチンみたいねえ。なんかこれ下から2番目の大きさらしいよ。あそうなんだ。うんこれで、あ電子レンジが英語えちょっと待って、その奥は見たい。まさかまさか、まさかディリン。おおこれはいい、完全なトイレと、あバスタブまであるすごいすごい、あシャワーもある。家じゃないか、すーげえ。え、めっちゃ広くない？広いよ。うわ、USB のコンセントがついて、すごい、すごいね。これ確かに、あ、下は窓がついてんだ。うん、これ多分2メーターぐらい余裕であるよね。ね。もう家です。家わあ、いきなりここにベッドが、うわーすげえ。リビング、どっかの高級ホテル、うわ広ー、すげえ。なんかダブルベッドみたいなのがあるね。ガス台にシンクに、すげえなー。うわちゃんと冷蔵庫もこんなでかいのがついて、すごいね。あれ、あここ空いてるんだ、すごい。マルチルームはそれ横にあるやつなのかな。ちょっと中入れないけど、この奥にあるのがマルチルームで、その目の前に姿見みたいな鏡の扉が、これでも収納だよね多分、うん、このハイエースすごいよ。うわ見てあれ、うわあれ憧れ。シンクとガスコンロが 2箇所、しかもテーブルくっついて、油跳ねがさあれで避けられるんだよ ね。そう、これ運転席助手席回転じゃん。そうなんよ、これスペースが超上手に使えるよ ね。これ回転してんだよね。うん回転してる。めっちゃいい、このいいな、このスタイル。すごい広い。これはこれはシーバスっていうんだ、ワイドボディ。おーへー、めっちゃいいじゃん。すごい、反対側に冷蔵庫がついてる。あ、出し入れしやすくない？あしやすい。しかもここも小物入れ。おあちゃんとスペースがちっちゃく、あすごい。あここ水タンクの入れ替えもここでできる。あこれこれ、タンクの入れ替えここでできるのめっちゃ楽。楽だよ。いやわ広あれこれこうやって寝れんのかな。寝れる、俺でも多分横寝て寝れる。寝れんの。うん、この下が収納になるからね。高く感じる。あー天井がね。これがもうちょっと上に来てたらさ、うん、ちょっと低いかなって思うけど、うんうんうん、これを低めにセッティングしてあるから上がこう高くて。そうだね確かに。ここも全部埋まってて、あすごいね。ね、これがビルダーさんの力だよね。うん、これワイド、ワイドや。キャンピングレンタサービス工業さん、道内最大級の豊富な車種を扱うキャンピングカー専門店らしいです。
わあいいな、アコーディオンの遮光カーテン、これめっちゃ楽だよ。すごい、このカーテンさん見て、前にもついてる。わあ見えるかな。わあすげえ、中がまたすごいね。ああ広っ。あ、めっちゃエアコンでかい。でかっ家庭用エアコンやね。ねえ、わあいいねいいね。あ、ここさ閉じれるようになってる。あ、でも扉の横ぐらいまでじゃない、レンジの。あ、そうか。電子レンジ、エアコン、シンク、丸い可愛いシンク。ねえ。あ、これ換気できるからいいんだよな。アクリル二重窓いいね。あ、ここが物入れ。ここは何？冷蔵庫かなこれ。あ、冷蔵庫。あ、冷蔵庫。あ、エンゲルのだ。これついてる上に。蓋ついてるのいいよね。あ、めっちゃいいじゃん。ここでさ飲み物取ってさ、ね、料理して。あ、ここにも収納がついてる。あ。これあれか、タンクだね。タンクだ。ああ、取り出しやすそう。10リッターのタンク。あ、いいね。取り出しやすい。そしてね、やっぱ広い。高っ。高いよ。天井広いね。うん、私160センチの人。あ、全然普通に立てる。あ、本当。今なんか若干首伸ばしてるもんね。そう、165センチぐらいなのかな、これ高さ。あ、網戸網戸。あ、これ欲しい。憧れ。これ欲しい。素晴らしい。めっちゃいいわこれ。あ、こっちにも収納があるよ。あ、本当だ。靴箱。へえ、本当だ。靴箱ある。おお、すげえ。あ、これも2段ベッドね、えなるのか。大容量やん。収納がすごい。この横にもあるもんね。ねえ、両方。ここの収納もすごい豊富だね。しかもちゃんとこの端の方まで置けるようになってる ね、 かわいい。木のヘリだよ。本当。すげえ。傘立てもちゃんと。ああ、水がね、受けられるとこついてて。すごい。細かい配慮。あ、でもここも開くのかな。あ、開くんだろう ね、 ね。このさ、レイアウト珍しくない？珍しい。入って目の前に椅子とテレビがついてて。うんうん、すごい。あ、レザー調なんだ。壁が。で、ここに集中パネルがついてて。あ、珍しいスタイルだね。電子レンジ、マルチルーム、冷蔵庫。あ、クーラーだ。え、下にあるの？うん、この白いやつ。あ、100ボルトクーラー。で、ここが2段ベッドになってんだ。あ、ずらして作ってあるの珍しいね。ねえ。で、ここにテーブルがあって椅子があるんだね。うん、何？結構この作り俺好きかも。すごいね。おお。あ、こうやってお手洗いを設置したりもできるんだ。おお。で、これがいわゆるマルチルームだよね。おお。これここから、あ、いいね。いいね。水の取り出しができる。ずっとこれ言ってる。上にちゃんと収納もあって、この水しぶきが飛ばないように。あれいいよね。ねえ、このレイアウト俺結構好きだな。あ、いいね。なんか色味がすごい大人っぽい。エコフローだ。あ、本当だ。へえ。あ、
テーブルつけられるんだ。外部充電の充電器は必要用に保管されている。それもめっちゃ涼しい。どこから来てるの？すごい涼しい。国産クーラーだって。これ全体がクーラーなんだ。へえ。あ、でこんな感じで足がついてベッドキットみたいな。うんうん。あ、でこれが冷蔵庫。へえ。窓用クーラーだって。ねえ。あ、ここに、あ、すごい可動式のシンクだ。あ、これすげえ。あ、でこの下にシャワーとかついてる。面白い。あ、よく考えたな。あ、これがタンクか。へえ、すごい。で背もたれの後ろにテーブルがついてて、でクーラーがめちゃくちゃ涼しい。テーブルがついてて、小物入れ。おー、なんかいいな。わー、あ、ソファーみたいにして使える。こうゆったりくつろげるね、これ。ね、すごい広い。広い。マルチフィットパネル、特許出願中、断熱結露、UV カット機能付き。いいね。え、今すべてうちらが困ってるもの。すべて困ってるものだ。解決するね。うん。なんか、あ、これ？あ、これかな。あ、すごい。なんかプラダンみたいな感じ、触り心地。へー、結露しない。中地さんに会いました。やった、めっちゃ嬉しい。すごいいい方ばっかり。よかったら皆さん見てください。 あのチャンネル、あ、よろしくお願いします。いや、ちょっと待ってくださいね。いい方ばっかで。すごい、皆さんに会えて中地さんのつながりでありがたい。どっちさんにもらってるから。俺作ったの。あれ、うちの林営も二人旅ってなってるけど、これも二人旅におすすめって書いてある。うん、わかるわかる。冷蔵庫と収納。ここも収納と電装系がまとまってるね。うん。で、シンクがあって収納。あー、エアコンですよ。あれ欲しいよ。欲しいですね。あれいいじゃん。どこかタダでつけてくれる会社いませんか？いません。あのクーラーいいなぁ、ね、あれ、室外機がいるのかな、あれは。すげえ。広いね。広い。何よりエアコンがいい。あ、見て見て、水がこうやって排出されてる。あー、上からホースが来てる。あ、こうやって水が出てくるんだ。上からホースが来てんだけど、どうなってんの？この木のぬくもり。あ、すごい。木のぬくもり素晴らしい。
なんか全体的に木って感じだね。うん、あ、2段ベッドでエアコンがついてて、間接照明やっぱいいね。いいね。でここにシンクと冷蔵庫かな。テーブルもつけられる。あ、本当だ。おお。ここに人によってはあれかな、お手洗いとかシャワーとか。ああ。設置したりするのかな。これ扉？なんか扉スライドするやつじゃない？あ、こうか。そうそうそう。あ、多分なるなる。うん。で、ここがベッド。うわあ、高みがある。ねえ。なんか圧迫感がないね、こうちゃんと空いてるから。うん、ここは長物の収納だね。あ、ちょっと最新バージョンに興味津々。あ、そうなんですね。なるほど。テレンジもついて。おお、あ、なんかシンプルでいいね。ね。吸排水。ああ、取りやすい。あ、はい。これがいいんだよね。ね、あれがエアコンなんですね。はい、ルームエアコンです。家庭用のが100ボルトついてる。いい、ダイキンの。うわ、すごいね。しかもマックスファンもあって。おお。いいね。夏行けるな。マルチルーム、ちょっと細長いけどあるんだな。入り口右側にはこれは冷蔵庫か。うわー、でかっ。あー、外国っぽい。で、シンクがついてて、あ、電子レンジもついてる。うわ、エアコンもついてて、うわ、やっぱ広いな。うわー、すげえ、昇降式のベッドだ。すごい。で、ここでダイニングで使うこともできるし、ベッドにもなるっていうか。うわー、窓もついてて、すごい。うわー、ピアットのディカット。わあ、いいね、やっぱこの回転するとスペースがうまく使えるよね。いいね。あ、すぐのとこに冷蔵庫があるんだ。はいはい、すごい、リビングスペースに収納。ここはですね、フレアとか高いね。うん、あ、この上は収納になってんだ。あまり変わらない。入り口が小さいから結構広い。エアコンがついてる。切り紙ね。シンクと電子レンジ。フレームの下もありますね。はい、ゼニアっていうのが。わ、いいね。防水板付きのマルチスペース。はい、すごい。ここもベッドになるみたいです。このドアの開き方半端ないな。じゃあ今回全部見ました。その中で私 K の一番のお気に入りはこちらでした。じゃん、アルペジオリピートという車ですね。アルペジオって俺初めて聞いた気がするんだけど、うん、これのリピートっていうのが見てた中で、うん、今回は一番俺はお気に入り。あー、いいよね。こう運転席倒してだけどスペースが有効に使えそうっていうのと、中がなんかちょっとこう明るい感じ、うん、でテーブルとこのレンジ、靴箱とかってこういう利便性とかもそうだし、うん、この辺のタンクの取り出しやすさ、うん、電気系がまとまってて、シンクとコンロが、まあコンロ一口だけど、うんうん、これで使えるっていうところ、あとこれね、蛇腹のスライドドアのマルチスペース、これいいよね。
確かに、で、なんといってもこのやっぱり横がね、FRP でこう伸びている分ちょっと広く使えるので、うん、横に寝れる 185cm、奥行き 136cm っていうことで、この広さもいいなっていう。確かに。で、この中のね、こう開けるところとかもすごい高級感があって、うん、ここのスペース、ここがめちゃくちゃ収納があるっていうのもちょっとこう僕的には良かったところ。いいよね、うん、素敵で、ここも本とかね、見えるものが置けるので、ここも収納に使えるし、うん、いいよっていうことで、今回の K チョイスのナンバーワンはアルペジオさんのリピートでした。いいと思います。じゃあ次はゆりの良かった車を見に行きましょう。ちょっと難しすぎる。はい、じゃあ私のナンバーワンチョイスはこちらです。イエーイ、かっこいい。かっこ GX4。 かっこよさだけで選びました。かっこよさだけです。選んじゃった。これですか。私 SUV の車大好きで、本来本来ってどういうこと？ここ普通に乗れるし、うん、雪道も行けるし、かっこよくない？このガンダムみたいなね。そう。よし、じゃあ入っていきます。おー、すごい。入ってこのラグジュアリー感すごい。で、すごい気に入ったのはここの、あの中の席からこっちに移動できること。時々この四駆のキャンピングカー見るけど、外に出てこないといけないみたいなやつとかもあるんだけど、これは行き来ができて、ここのもうバンクベッドも広っ、むちゃ広い、すごい、屋根、天井すごい、そしてワイングラスワイングラスだね。そしていやー、これがさっきやってもらった前に出てくるマルチルームね。マルチルーム、すごい。シャワーもトイレも鏡もついてる。もうキッチンもあるし、冷蔵庫もあるし、エコフローのクーラーもあるし、買っちゃえ。これが今回私が選んだナンバーワンでございます。